はい、ということで今年も始まりましたハイチのダラダラジオ、2022年なりましたね。本日は1月2日でございます。本年もどうぞよろしくお願いします。まあ、特に大きな変化もなく今年もね、週1回ですが喋、っていきますので、ぜひ皆さんの耳のお供に、まあ、好きなタイミングでねまた聞いていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。でですね、2022年一発目のテーマは自分を大切にするというテーマにしました。最近というか今日の生放送を、生放送だと午前に今自習室やってるんですけれども、そこを見た方はねあって思うかもしれないんですけど、私今黒板、ちっちゃい黒板を持ってて、そこに毎月のテーマを掲げるんですね。それがこれなんです。自分を大切にするっていう。で、2022年の目標に関してはね、別の動画でも発表しましたけど、そこには書いてないんですよ。で、そこのテーマは感謝の気持ちっていう、本当に今年は感謝っていうのがすごい大事なキーワードになると、まあ、自分の中で確信してて、これに関しては。で、まあ、掲げたんですけど、この自分を大切にするっていうところ。で、これ、なんで今回このテーマでダラダラジオ喋ろうかと思ったかっていうと、まあ、学生の方がやっぱり聞いてくださる方多かったりとか、まあ、今、このダラダラジオはね、社会人の方とか保護者の方も聞いてくださってるんですけれども、やっぱりこう、自分を大切にしててほしいなっていうのは、多分多くの方が思うじゃないですか。自分のこともできれば大切にしたいし、でも多分それよりも身近な人、親御さんだったら我が子に自分を大切にできる子になってほしいって思う方がほとんどでしょうし、うん、で、まあ、これをね改めてこうテーマにしたんです。で、ここの言葉の中にはいろんな意味合いが含まれていて、自分去年裏テーマの1個ごめんなさいだったんですけど、そのかっこ悪いを見せていくっていうのが2021の目標にボーンって出してあったんですね。で、裏テーマとしてそのね、背伸びをしすぎないっていう、やっぱり人だし、自分も人だしっておかしいね人間ですし、あとこういう活動をしているので、なんていうのかな、かっこよく見せたいっていう欲はどこかにあるんですよ。すごいって思われたいとかっていうのはやっぱり少なからずあってね、自分を認めてもらいたいとかもそうですけど、例えば何かを、まあ、ちょっと嘘をついて、嘘を交えて自分をよく見せてしまったりとか、あとは、まあ、ちょっと背伸びをして、こう、虚勢を張っちゃうというか、例えばなんていうのかな、ドラえもんののび太くんみたいな、ジャイアンとかスネ夫にバカにされた時に、それ持ってるもんみたいなことあるじゃないですか。多分分かる方いると思うんですけど、分かりにくいかな。でもそういった感じでやってしまうと、その出した言葉って自分に返ってくるんですよね。で、帰ってくるときにどう帰ってくるかって、ナイフみたいな形で刺さっちゃうんですよ、自分に、マイナスの方向で。だから自分はですよ、私はね、そういうタイプだったので、で、割と学生の時にそういったちょっとのび太くんタイプなところがあって、でそんな自分が嫌いで、みたいな。そう、で、いろいろこう、なんだろう、ちょっとずつ自分の人間の中身をちょっとずつこう変えていって今に至るんですけど、やっぱりそういった欲は未だにあって、だけど、そうじゃダメだよなって。で、その自分を大切にするっていうのが今月にあるのは、なんだろう、自分のことをね、大切にしようっていうだけじゃなくて、ありのままの自分を認めて好きでいなよって。その、ダメなところもいっぱいあるし、でもダメなところだけじゃないし、ね、それはみんなにも言えることだと思っていて、人には絶対いいとこと悪いとこがあるから、それが両方、こう共存してるものなので、だけど自分自身で、こう判断っていうか、こう、なんだ、評価すると、ネガティブな方とかさ、こうマイナスな方ばっかり出ちゃうじゃないですか。デメリットの方がやっぱりこう出てきてしまうので、でもそうじゃなくて両方あるんだぞって、でそんな自分でいいじゃんっていうのをこの2022年のスタートに大事にしたかったんです。で、この1年のスタートでちゃんとそれができたら、おそらく俺1年間それができると思うんですね。だから今月はとにかくそのダメな自分とかを責めないっていう、自分を大切にする、自分のダメなとこも全てひっくるめて、まあ、愛するまでは難しい。私ちょっと難しい。だけど、いいじゃんって。いいんだよ、それで。って言って、やりたいなっていうふうに思って、これをテーマにしました。で、これを、もちろんね、強制しちゃいけないけど、特に受験生の方とかは、もういる、いるね、いると思うんで、受験生の時とか、やっぱり自己否定走っちゃうんですよね。まあ、いっぱいいっぱいになっちゃうから。だけど、なんか、気持ちの余裕を生むためにも、いいじゃんそれでって、いいんだよって、頑張ってんだよっていう風に、まあ、一種のポジティブな言葉とに変換して、
自分に言ってあげてほしいなって、いうふうに思ったんですよね。だからそれで今回ダラダラジオで、これも何ていうかシェアしたかったなと思って喋らせてもらいました。皆さんは今年は、目標ね掲げた方もいらっしゃると思いますので、あえてねこうコメント欄にいっぱい書いてくださいなんていうのは振らないですけど、ここではですけど、皆さんが各々がね2022年が終わった時に、こうよかった、いい1年だったなって思える方が一人でも多くなることを願ってます。私もね、もちろん私もそうなってなきゃいけないし、でも今年はねなんかいい年になる気がするんです私これちょっと何だろうな、スピリチュアルというか、全然霊感とか霊的なもの何も持ってないんですけど、結構スピリチュアルな世界は信じてる人間で、元旦、1月1日の朝起きた最初の印象が1年を結構左右すると思ってるんです。で、実は去年2021年かな、20年だったかな、どっちかはですね、起きた時に今年は苦労するなって思ったんですよ。そうで、苦労するっていうのはただただ辛い1年を過ごすってわけじゃなくて、その苦労の中に成長だったりとか、そのやりがいとか楽しさを見出していくものなんですけど、でも多分一筋縄にはいかないんだろうなって感じた年があって、でまさしくそうなったんですよね、その年の。でも今年は大変なことがあるのはねもう前提なので、大変なことがない年なんてないし、大変なことがある方が人生楽しいから全然いいんですけど、でも今年はなきっと何か今まで感じたことのないところに行けるんだろうなっていうのをすごい思ったので、今ねそう言えててもいろんなことがあるからさ、へこむこともあるし、そう思えなくなる時もきっと来るでしょうけど、でもなんかその1月1日に感じたその感情は大事にしたいなと思って、そういった気持ちも込めての自分を大切にするっていう言葉なんですね。はい、なので今回ねこれを皆さんにシェアさせていただきました。ということで2022年一発目のダラダラジオ、いかがだったでしょうか。ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございます。では、今年もですね変わらず日曜日の夜8時から、投稿するという流れでいきますので、よかったらまた来週もぜひお付き合いください。それではまた明日から、まだ三が日なんでお休みの方多いかと思うんですが、きっとね学校の補習じゃねえや、なんか課外とか、塾が始まったりとかお仕事始まる方も多いかと思いますので、今週1週間お互いに頑張っていきましょう。それじゃあまた来週お会いしたいと思います。ここまでのお相手は私ハイジでした。ありがとうございました。また来週。